はい、皆さんこんにちは。本日は平成30年、2018年のですね、11月20日のですね、火曜日午後です。今日はですね、都心に来ました。麻布にありますですね、港区麻布にありますルーマニア大使館来ましてね、今度ルーマニア大使館でまたねコンサートさせてもらうことになりまして、でそのいろいろと相談をね大使館で今大使館員の方とねいろいろ相談して、今帰るところです。でここはね青山レーンのあたりでね、青山のあたりをね、のんびり今歩道を走ってますけどね、ちょっとレポートがてら、で今日ね格好はねちょっと一応決めてきたんで見えるかな、こんな格好で青で決めてきたんです。別に意味はないですけどね、ちょっとこんな感じで一応大使館に行くのでね、ジーンズ入っていくわけにもいかないんでね、ちょっと決めたんですけども、で空はですねこんな感じ見えるかな。だからここしばらくね、ここ 2,3 日またずっとどんよりした天気ですね。煙取りまかれてますね、大変まかれていて、その雲の上からもねゴーゴー、ジェット機の音してますから、ここ 2,3 日やっぱりねこんな感じですよ。で肌寒くてですね、日差しがなくて、まああんまり日差しがなくてですね、まあそんな感じなんですけども、はい、それでここのところですね、新しくホームページを立ち上げたんですけども、まあホームページっていうのはいつも動画を見てるとね、ホームページっていうのはどうもそのずっと動かなくてですね、なんか見ててあんまり面白くないんでね、せっかくだから皆さんの写真ね、いただいた写真をですね、渡っちゃおう、おまわりさんいるからね、すいません。でいろいろとね、今ホームページをあれこれいじくってるところです。で写真をクリックすると動画になってね、 YouTube の皆さんの動画につながるようにしましたのでね、ただの写真だけではなくてやっぱりちょっと動きもあるようにしてみました。それからこれからいろいろとね、なんていうかな、ケムトレルをね多くの人に知ってもらってね、それから皆さんのチャンネルどんどん紹介するためにね、使いやすいホームページをねなんとか作り上げていきたいなと思いますのでね、まあ逐一やってきますのでよろしくお願いします。それからまたカナリア軍団の方でですね、新しい人で、ハンドルネームがですね、チャンネルミコさんで、まあバラしちゃったというか、その言っちゃっていいでしょうかね、チャンネルミコさんはですね、いつもとても素晴らしい動画を作ってくださるですね、うなちんさんのなんと奥様で、でもやっぱりそれぞれね見方も違うだろうし、考え方というかね、そのいろいろと違うところもあると思いますからね、別のチャンネルでやっぱりカナリア軍団のメンバーになってもらっちゃったんで、よろしくお願いします。すみません、ごめんなさい。でそういうことでですね、今日はちょっとおのぼりさんなのでね、今これから信濃町あたりを通るのかな、信濃町は創価学会ですね確かね。そういうことでまたねこれから頑張ってやっていきましょうということで、もう交番に来ちゃったんで一旦終わります。ではまたよろしくお願いします。一応こんな格好でね、一応映っておこうか。こういうことでいつも走り回っております。今日ちょっと決めたんだけどね。でそういうことです。さよなら。